an honor to meet you. お初にお目にかかる。ミーはサイト流のマスター、ヨーゲイマーだ。はじめましての挨拶代わりに、ユーたちにちょっとしたプレゼントを送らせてもらった。気に入ってもらえたか？レッツゴー。はい。私たちはこのスチームノバでの移動中、上空を通過したすべての国に我が機械忍者軍団の一部隊を送り込みました。ミーからのプレゼントさ。そしていくつかの国をすでに落とさせてもらった。そうだな、テツコ。はい。楽しんでくれたなら幸いだ。日頃のお遊びではない圧倒的なリアリティを体感しただろう。ストイックで強者のみが支配する戦場を。ネプ、これってさっき襲ってきた機械忍者のこと？そうですわね。内容から考えて、先ほど戦った忍者の仲間、その指令を出している頭目に間違いないかと。話している場所は空中戦艦の中かしら。サイト流ってのも聞いたことないわね。あといくつかの国を落としたって言っていたわ。それって私たちみたいに機械忍者に襲われたけど撃退できなかった国があるってことよね。仕えるべき主をなくし路頭に迷うこととなった忍者の方々も多いはずです。ですが安心してください。私たちのサイト流は軍門に下る忍者には広く門戸を開いていますから。そう、我ら機械忍者軍団スチームレギオンは忍者なら雇用相談無料。聞け、ミーのサイト流、ミーのシュート術式こそがユーたちの及ばぬ高い技術力をもって無敵腐敗であることを知らしめるため、ここに世界最強の流派を決める超忍者大戦の開戦を宣言する。世界よ、これが忍者だ。超忍者大戦？サイト流にスチームレギオン、ユー・ゲイマとテツコと呼ばれていたわね。イストワール、何か知っている？いいえ、わかりません。やはり私の知識には何も。一体何がしたいのよ、あいつらは。自分たちで攻めておいて安心しろっておかしいんじゃないの？あのお二人の言っていたことが事実なら立ちが悪いですわね。それは残念ながら事実です。調査中だったのですが、先ほど確認しました。ほんの数日の出来事です。あんな巨大な空中戦艦が攻撃してきて、しかも機械忍者がわらわらと降りてくるのよね。ええ、すさまじかったですわ。まさか敵の戦力があれほどとは。すごい科学力をお持ちのようですわね。一度でいいから空一面の大きな画面で世界中のプレイヤーと対戦をしてみたい。あなたね、珍しく動揺してるかと思ったらそんなこと考えてたの？ある意味ベールが一番相手の実力を理解していた。さすがに機械忍者たち多すぎて大変だったよ。アシちゃんたちが私たちに協力してくれて助かったね。それです、ネプテューヌさん。イーズン、女神4人の皆さん、これからあなたたちに新たな使命を与えます。新たな使命？とても重大な使命です。鳩の国、ひいてはゲーム忍界の命運を握ります。それってこの世界の非常事態に打てる手はもはや一つあるんですの？って、私たち鳩の国は長年の宿敵マーベ国およびハニパ流と共闘し、スチームレギオンと戦います。歌方の夢に抱かれて酔いの月見上げたなら
皆さん、揃っていますね。ええ、それでできたのよね。はい、こちらが新書になります。敵国との同盟ですので、慎重に言葉を選んでいたら3時間もかかってしまいました。これを届ければいいんだね。イーソンが頑張って書いたラブなレターは私に任せといて。ネプテューヌさん、これはラブレターではありません。今後を左右する大切な手紙ですから、なくしたりしないでください。今まで争っていた国と国が手を結ぼうという手紙なのですから、ラブレターと言えなくもありませんわね。ネプテューヌはそんなに深く考えてないでしょ。新書の意味が分かってるのかも怪しいわ。知ってるもんね。こういうのは親愛なる友へとか書いてあるから、そのまま親愛なる人に書いたから新書でしょ。なるほど、そういう考え方もあるのね。残念ながら違うけど。そんなことだと思ったわ。新書ってのは国の偉い人、鳩の国なら大名のエストワールが書いた手紙のことよ。送る相手も偉い人、今回はマーベ国の大名になります。ですが、新書の中身がラブレターでも問題ないですし、ロマンチックですわね。皆さん、ふざけるのはそれぐらいにしてください。今回の任務は、マーベ国の大名へ新書を渡すこと。敵国に行く以上危険もあります。わかっていますか？イーソンからのトリプルエスキューミッション、来たー！もちろん心得ていますわ。道中のガラパの森では妖怪も出るでしょうし、危険だからこそ私たちが行くのでしょ。それにスチームレギオンの機械忍者と遭遇するかもしれないわね。そっちも気をつけていきましょう。分かっているのならいいのですが。大丈夫、私たちに任せてよ。機械忍者は追い払ったし、妖怪ならいつも倒してるじゃん。いつものネプテューヌなら面倒くさがるのに、なんか積極的よね。逆に心配だわ。だってこの手紙持っていけば、もうアスちゃんたちと戦わなくてよくなるんだよね。戦うより仲良くしたいなーなんて。そして一緒にプリン食べながらゲームもできるようになるんでしょ。楽しいに決まってるよね。それは素晴らしい考えですわね。新しい仲間はいつでも大歓迎ですわ。まあそういうことなら私も頑張ろうかしら。ほら、ゲームをするときは私も参加するでしょ。
ベールに毒されないように見張る必要もあるし。そうね、仲間になれたら私も聞いてみたいことがあるし、そのためにもやるわ。はぁ、そうやっていつも脱線するんですから。ゲームもいいですが、先のことは今回の件が無事に成功してからの話です。まずは町で準備を整えて万全の状態で出発してください。くれぐれもよろしくお願いします。